ピクトピの外側でございます。元い小中部ピクトピックスのピクトでございます。この動画をご覧くださりありがとうございます。本題に入る前に、まずこちらの動画が初めて見るピクトの動画だぞという方におかれましては、一度閉じていただいて、ピクトピの外側およびメインチャンネル小中部ピクトピックスの動画、まあ何でもいいです、どれかをご覧いただいてからこちらに戻ってきていただけることをお勧めいたします。まずですね、私ピクトが普段どのような活動をしているのかを知っていただければいいかなというふうに思います。そしてですね、この先お話しさせていただく内容についてはかなりセンシティブな内容になりますので、人によってはですね気分を害される場合があると思います。その場合はですね、そのように感じた瞬間にこちらの動画を閉じていただければいいかなというふうに思います。それでもですね、私のお話を聞いていただけるという方におかれましては、このまま続けてご覧いただければ幸いでございます。ではお話をさせていただきます。本題にあります通り、5月27日にですね、私の父方の祖母が他界いたしました。こちらをなぜ報告するかということなんですけれども、私は通常の動画に加えまして定期ライブもやっておりまして、比較的ですね家族のことについてお話をしたり触れたりする機会が多いです。その中で例えば急に祖母の話に触れられるとします。その時にですね、亡くなったという事実を伝えていない状態でお話をすることになってしまいます。そうなってしまうと非常に話しづらいんですね。ならばですね、きちんと皆様にこのような形でね伝える機会があった方がいいのではないかというふうに私自身考えまして、このように動画を撮らせていただいております。そして私はですね、自分の心の中で何が起きているのかということについて向き合う上で、家族関係について見つめ直している最中でございまして、前回母方の祖父母についての動画を撮らせていただきました。その中でですね、父方の祖母の体調があまりよろしくないぞっていうことについても触れさせていただいたんですね。だからなおさらということもあるんですけれども、そして私自身純粋にショックを受けましたので、それはですね、今回配信活動を約1ヶ月ほどですねお休みさせていただく理由にもなりましたので、改めてお話をさせていただこうかなというふうに思った次第でございます。父方の祖母なんですけど、脳出血で2回倒れているんですね。倒れてからは施設にずっとお世話になっていたんですけれども、実際最後どんな感じだったかというと、私は立ち会えてはないんですけれども、実際立ち会った叔父および父の話によりますと、まあ、本当にですね苦しむことなく人としてね自然な形で眠るように旅立っていたそうです。施設にお世話になって6年ほどとかだったんですけれども、その間でですね弟と一緒に会いに行ったこともありますし、私一人でね会いに行ったこともあります。で、そうこうしているうちにですね、今度コロナになって施設側の面会制限なんかもかなりですね厳しくなってしまったので、孫の我々ですら会いに行けなくなってしまったんですね。私は飲食業っていうこう比較的ですねお休みが急に取りづらい仕事に従事しているので、その亡くなる少し前に会いに行った父からまあ連絡を受けていたんですけども、正直覚悟はしていたんですね。覚悟していたものの、実際やはりですねそういう風になった時に、私はこうきちんとね見送りができるのかどうかっていうのは正直ずっと不安に思っていました。で、そうなった時、父から報告を受けた時、正直ですね実感は湧かなかったですね。それで写真が送られてきて、ようやくちょっとこう受け入れたかなっていうような感じで、純粋にショックでしたね。やはり信じたくないという気持ちがかなり強かったです。で、その報告を受けて私はですね、まあそれ深夜だったんですけど、まあすぐ祖母に向けて手紙をかけましたね。報告受けたその日はもう一日寝られませんでした。お話を整理しやすいようにカレンダーを持ってきたんですけども、27日の未明に亡くなってですね、この日が金曜日です。それで28日の土曜日に納棺で、29日の日曜日にお通夜ですね。それから30日の月曜日にお別れ会ですね。こちらは通常
常のお葬式でいうところの告別式にあたるんですけれども、うちの家系は無宗教にあたりますので、お別れ会というふうに呼んでいます。そこをこの日に執り行った後に火葬というような流れでした。で、まあ私飲食店で働いているので、当然なんですけど、やっぱり週末はですね、非常に仕事忙しいんですね。で、28日の土曜日は当然予約も入っていたので、まあお休みが取れず、ただですね、報告を受けたのはかなり早い段階だったので、それをちょっとオーナーに相談させていただいて、それでですね、28日の土曜日は納棺を終えた後お店に出勤してですね、仕事を通常通りしました。29日日曜日はもともとお店がお休みなので、この日1日は一緒に過ごさせてもらいました。で、30日月曜日はもともとお店営業予定だったんですけれども、たまたま予約が入っていなかったんですね。それでオーナーが取り計らってくれてですね、お休みをいただくことになりまして、最終的にしっかり見送りをすることができました。手紙もですね、本当にこう、まあ3枚ぐらいですね書いたんですけど、まあ書ききれないほど思い出っていうのは、思い起こせば起こすほどたくさんあるなというふうに思いますね。祖母86で亡くなったんですけれども、一番最初の祖母との思い出はですね、ノビルの家ができて、そこに初めて行く時にですね、祖父が運転する車に助手席でね、祖母が乗っていて、その後ろに乗せられていたっていうのが一番最初の記憶なんですよ。結構ですね、祖父母で揃って私が住んでいたノビルの当時の家にね、遊びに来てくれることが非常に多くてですね、その度にたくさんいろんな美味しい食べ物とか持ってきてくれたりとか、いろんなお話をねしてくれたなっていう思い出があります。思春期を迎えた時にね、やっぱりこう部屋に引きこもりがちになってしまって、まあガチな引きこもりとかではなかったんですけど、せっかく祖父母が来てくれてもね、一回も顔出さなかったりとかしたこともありましたね。その時に抱いてた思いっていうのも何かしらはあったのかなっていうふうには思うんですが、祖父は2009年、私が大学に上がった年に亡くなっているんですが、その後に2011年震災が起きました。震災の時もですね、まあ私は帰るところがなくて、で、叔父の家に一時的にお世話になったんですが、その時に祖母もですね、一緒に生活を共にしました。うん、懐かしいですね。ライフラインが止まっている中でも非常にですね、こう気丈にというか、こう我々孫を励ましながら過ごしていたなっていう印象が非常に強いですね。今はもう亡くなってしまったんですが、泉ヶ岳のね、温泉施設にお風呂入りに行ったこととかもね、ありましたし、叔父の家をみんな解散した後、弟もね、仕事の都合で祖母と一緒に生活をすることになってですね、一緒に住んでたっていうこととかもあって、弟のこともね、よく面倒見てくれてたなっていうふうに思いますね。施設に私ね、弟と一緒に行った時も一緒に写真撮ったりとかしたんですね。私一人で行った時もいろんな話を交わしましたね。やっぱ視力があんまりこう良くなかったんですけど、もともとで脳出血になってからやっぱりこう色盲のような症状が出てたみたいで、紫色のね縁の眼鏡をかけていたんですが、それがですね、自分だとどうしても茶色に見えるということだったんですけど、それはおそらく色盲なんじゃないかなっていうことをね、お話ししたこととか、その時施設側で出してもらったね、おやつのたい焼きがあったんですけど、それをね半分こしてね食べたっていうこととかね、鮮明に今でも思い出せますね。最後の祖母との思い出は、2019年に私の叔父と父と4人でですね、定義山に行ったことですね。あの時雨が降っててですね、祖母が車椅子だったので、私雨の中傘をさしてあげてたんですけれども、叔父がですね、お父さんのことはいいから、ちゃんとおばあちゃんに傘かぶせてあげてっていう風にね、軽く怒られたのもすごくいい思い出ですね。それが思えばやり取りした最後になってしまったなっていうような感じで、いろんなことを思い起こせば起こすほど後悔も出てくるなっていうのが正直なところですね。でもですね、後悔先に立たずなんでね、本当にですね、祖母には心から感謝をしています。祖母がいなければこのね、私という存在今ここにはなかったんですので、命をね繋いでくれたことを、それからね一生懸命生きてくれたことに本当に心から感謝を、してますね。
私自身ですね、やはりこう人の死というものに向き合う機会があまり多くなかったので、正直そういうことに対して耐性がないんですよね。なのでかなりショックを受けた分だけ結構こう落ち込みが激しくてですね、自分自身こうどういう風にして過ごしていいかわからない状態になっていました。なのでですね、先日外側のライブとかでも話をさせてもらったんですけれども、やっぱり自分がですね、こう心が元気ではない、落ち着いていない状態でですね、無理にこう笑ったり気丈に振る舞ったりして動画を撮ったりとかライブをしたりするのはね、やはり違うんじゃないかなというふうに考えたんですね。なのでそれがしっかりね、自分の中でちゃんと気持ちの整理ができるようになるまでお休みさせていただこうかなというふうな感じで判断をしまして、お休みしていた次第なんですね。改めましてですね、皆様 Twitter のリプライですとか DM およびですね、動画へのコメントなんかで非常に優しいお心遣いを賜りましてですね、本当にありがとうございます。大変支えになりました。皆さんも体調の変化に気を配っていただいて、日頃からですね、検診を受けたり体に異変を感じたらすぐ休んだり病院に行ったりしましょう。私自身もですね、やはり自分だけの体ではないなっていう意識がございますので、しっかり気をつけていく所存でございます。私の今の性格を形作る一つのね、要素としてやはり祖母の存在というものがありましたので、これはね、私自身が自分と向き合う中でですね、消化しなければいけない断面であると同時にですね、このような形で残しておくことが私にとっては大事だなというふうに思ったので、今回はこのような報告をさせていただきました。これに続いてですね、数本撮りたいと思っている動画がございます。そちらももしよろしければ合わせて見ていただけるといいかなというふうに思っております。このような家族に関する動画撮り続けていこうと思ってます。私自身にやっぱり関わるからなんですね。メインチャンネルの動画も順調に進めていくためにもですね、心の安定を図るために心理学の勉強は継続してやっていこうと思っておりますし、それをちゃんと自分の中に取り込めているかどうか、自分ときちんと向き合えているかどうかを確かめるために、このような感じでね、アウトプットも継続していこうと思っております。その上でですね、活動再開させていただきましたので、メインチャンネルもどんどん動画を公開できるように精進してまいりますので、皆様におかれましても体調に気をつけながら、ささやかでも構いません、応援していただけると、見守っていただけるといいかなというふうに思います。この動画を最後までご覧くださりありがとうございます。もし私に興味を持ってくださり、継続して応援してくださる皆様におかれましては、高評価、チャンネル登録をしていただければ幸いでございます。以上、ピクトピの外側でした。